皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大宮からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの富山店長です。よろしくお願いします。紹介する車がこちら、はい、やってきましたウルス。そうですね、ちょっと、まあ、結構何台目かですけど、何台もご紹介させていただいてます ね、はい。そんな中でも今回紹介するのはめちゃめちゃシンプル、うん、そうですね、まあベース、まあ、スタンダードではないけど、車が振り切れてるから、まあまあまあ、ね、本当にちょっとでめちゃくちゃかっこいいですよ ね、まあ、言ったら、まあ、ローダウンホイールっていうメニュー的にはスタンダードですけど、まあ、車種と金額がスタンダードじゃないっていうところ で、はい、そんな車を今回ご紹介させていただきます。もう早速じゃあ足元、そうですね、今回車のポジションがいいんで丸見えですけど、はい、はい、アナーキーですね、 AN30、 はい、3ピースの単造ホイールですね。そうです、はい、でこれまた今回ちょっと3ピース、うん、うまいこと塗り分けてますね。そうですね、まあダークな感じで仕上げましょうってことで、まあリムはグロスブラックで、まあディスクがマットのブラッシュですか、はい、これ逆というかリムにこうちょっと明るめな色持ってくるっていうのは結構多いですけど、うんうんうん、今回もあえてのこのブラックのリム。そうだね、なんかこの、まあ、艶あるし周りにこのなんかトリム類がグロスがあるんで、まあ、馴染むかなと思ったのと、あとはまあ個人的に好きっていう確かにこのトリムと合ってますよね色が。そう全部。そして今回このディスク側はちょっと、うん、こっちに比べると少し明るめの。そうですね、これフィニッシュは何のフィニッシュになる？ブラッシュドブラックのマット、はいはい、ですね。こっちはじゃあツヤのない。そうですそうです、マット仕上げで、まあ、そのブラッシュドブラックがまあ入ってますよっていう、まあ切削面もまあ透けて見えて、でまあ暗すぎず明るすぎず、ちょっと絶妙な色合いになって、ね、ちょうどいい感じですね。明るすぎない感じが。そうですね、でまあインナーリム黒で、あのなるべくちょっと立体感が出るようにキャリパーの色が目立つようにです。まあちょっとこの辺もまあ定番っちゃ定番ですけど、はい。そしてアナーキーなんですけれども、うん、皆さんご存知の通り HRE で作ってるんで、はい、非常に仕事が丁寧ですよね。そうですね、アメタの中でもやっぱりこうちょっと細かいところまでかなり気を使って作ってるなっていうのがもう見た目からも見て取れますよ ね、 すね。アメタンってね、いろんなメーカーあるけど結構気になるところがいっぱいあるっていうか、アナーキーはやっぱないですね。そんなに仕事が細かいですよね、うん、だ例えばこういう角とかも全部面が取ってあるんですよね、うん、だ結構全然手で触っても引っかからない。そうですね、でこれと、はい、怪我しないホイール。でこれ元板金職人の富山さん的に言うと、うん、こういうところが角が立ってると結局塗装がそこから、そう塗装が乗らないから傷んできちゃうんですよね。そう色がやっぱちょっとクリアに出ないっていうか、もうそれもそうだし、やっぱその角ってやっぱ薄いんで、じゃあ何年かしたらここから剥がれるんじゃないのとか、まあ、そういういろんなリスクがありますよね。その辺も全部面が取ってある、うん、そして当然 HRE 製なんで JWL が入ってるという、はいはい、もうここまでいくとちょっと必要か必要でないかちょっと分からないですけど、はい、まあ、一応日本の強度検査もその視野に入れて設計してると、まあ、車でかいし重たいですからね。そうですね、だからまあ強度いいけど、ね、じゃあ車検出づらどうなのっていうところ、まあ、そういうの細かいところは、まあ、まああれですけど。そうです、はい、であと今回このサイズが24インチってことなんですけども、そうですね、まあ、タイヤもうこれしかないっていう、はい、このウルスの諸事情を知ってる方だと結構そうですねメジャーな問題ですけど、ウルス24インチ問題、はい、ちょっとギアボックスのね警告がまあ出る時がありますよっていう、はい、23で、うん、だと大丈夫なんですよね。まあなんか出てるって聞いたり出ないって聞いたり。そうなんですか、うん、なんかその出ないっていうホイールもまあ中にはあるみたいですけどね。その辺ノウハウがないと。そうですね、なかなかちょっとホイール選びも適当に選んじゃったりすると、うん、そういう警告灯がついちゃったりとか。そうですね、警告灯のまま対策っていうか出た時どうしましょうとかっていう、そういうところはまあ買っていただいてる限りはそうフォローはさせていただくっていう形でまあ装着させていただいてます。はい、じゃあその辺はボンド大宮、ボンドグループのノウハウが生きてるわけです、ね。はい、そうですね、はい、各店で対応できると思う。こんな感じの足元にでタイヤはもうこれしかないんです。そうなんですよベルデスティーニ、はい、
マンソリー御用達の、そうです、はい、タイヤメーカーですよね、はい、ジウジアロデザイン、ちょっと前回別の動画でも触れましたけど、いろんな車のデザインとかもしてる、でもね、24ってもうないからね、うん、だからまあこれも24ちょっとでかすぎるかなと思ったんですけど、うん、なんかホイールスリーピーなんで、うん、ちょっとこう、そうそうそう、なんかこの異物感ないっていうか、だからそのなんだろうな、この多分グロスのリムとこうその馴染みがいいのと、でこれワンピースだともう雨して見えちゃうっていう、うんうんうん、ところもあるから、まあ、これはすごいちょうどいいんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっとタイヤが薄くなりすぎちゃうとまた貧着に見えちゃいますよね、うん、そうですね。でまた一時なんかはホイールでかければでかい、うん、コンケーブもついてればついてるほど偉いみたいな雰囲気あったんですけど、最近なんかあんまそうでもないじゃないですか、まあ、ちょっと、まあ、コンケーブかっこいいけど、まあ、ちょうどいいのがやっぱりいいよねみたいな空気になってますよね、まあ、落ち着きっていうかね、車がもうバーンっていうイメージだし、今回のこの24インチスリーピーっていうのはかなり相性はいいんじゃないかなと思いました。いいと思いますね、はい、あともう一つ思ったのはスリーピーなんでこの内がちっちゃいじゃないですか、うん、だからこのカーボンセラミックのブレーキとのバランスもすごくいいなと思って、そうですね、だこれがワンピースとかで24インチとかだとちょっとこうブレーキとここの隙間が空いちゃうじゃないですか、あーローターとなんかこうちょっと消し合っちゃうところあるかもしれない、ね、そうするとせっかくでっかいこのブレーキがちょっと貧弱に見えちゃうというか、うん、はい、このぐらいだと、まあ、ちょうどよく主張し合う感じで、まあ、ちょうどいい、程よい、まあ、ちょうどいいって言ってますけど、うん、このワーゲングループ最大のテンポってもちょっと頭おかしいぐらいのデカさのブレーキですけどねこう初めて見た時はもうデカと思って、人の顔よりデケーやと思ったんですけどねこんなブレーキが普通に収まっちゃうっていう、うん、まあ、絶妙なところでバランスが取れてるんじゃないかなと思います。 そうですね、はい、そしてあとは横なんか行くと、そうですね、これサイドモールをマットブラックにペイントさせてもらいました。これ本来シルバーなんですか？シルバーです。なんかね、ここと、まあ、ディフューザー、まあ、ディフューザー後で見せますけど、ディフューザーもシルバーなんですけど、ちょっとバランス邪魔かなっていう、うん、ちょっとまあアクセントになってていいかもしれないですけど、ちょっと一体感に欠ける気は僕もします、うん、そう、はい、なんかこう馴染まないシルバーな気がして、うん、もうちょっと違うシルバーだったらいいのかなって気もするんですけどね。もうちょっと暗めのちょっとガンメタに近いものとか、そういうのだったら良かったのかなと思ったんですけど。でこれを外してじゃあ塗ってるんですか？外して塗ってますね。なるほど、はい、板金塗装のボンドボディの方で。そうですね、はい、で、はい、これ下のこのグロスと使い分けてるのはこれなんかこう、はい、ベタっとしないようにっていうか、ああなるほど、ありすぎても嫌だな、うん、グロスっていう、まあ一応ここは違う部品ですよっていうのを残しつつ、そ う,、ね、うん、そう、これサイドモールはあるけど、うんうん、塗ったんですよっていうのを、まあ、そーっと主張しようっていう。なるほど、そんな感じで。じゃあここ結構足元いじらない車なんかでも、うん、まあ、黒くしたりとかっていう、いや、なんかこれだけやるだけでもなんかこのまとまりはちょっと出るかなと思うんですけどね、うんうんうん、まあ、他のウルス乗ってる方にも非常におすすめなメニューじゃないでしょうか、うん、そうですね。であとそのつながりでいくと、ちょっとこっち先行っちゃいましょうか。後ろのここもじゃあそうですペインされてるんで、はい、マットブラック、まあ、マットブラック、マハンツヤっぽい感じ。ここシルバー面積でかいんで、じゃあリアの印象だいぶ変わってますね。なんかこのケツ上がりに見えちゃうから、うんうん、ね、まあローダウンしてますけど、なんかお尻だけこうふわっとこう浮いて見えちゃうのを、なんかまあ黒にしてあげることでこうズンとこう沈むイメージ。あとちょっとこの元々のシルバーがちょっとプラスチッキーな感じしますよね。なんかこのちょっとメタルが細かくてツヤツヤしすぎるっていうか、うん、まあ、その辺を、うん、黒くすることでだいぶリアの印象も変わってるんじゃないでしょうか、はい、そうですね。だルーフレールこれないんですけど、ルーフレールがある車だとルーフレールって結構暗いガンメタ使ってて、ガンメタシルバーシルバーみたいな、あそれだと前に作ったやつはじゃあルーフレールの色に合わせて、塗りましょう。なるほど。そうすると、まあ、色がもう一色入るけど、うん、なんかこう全体的にバランスは取れる感じなんだよね。だけど、まあ、これルーフレールがないんで、じゃあもうこっちはもうマットブラックでいいんでしょう。まあ、その辺のさじ加減も絶妙なところに合わせてるわけですね。そうです、そうです、はい、でちょっと通り過ぎちゃいましたけど、はい、リアのホイールこれがまたでかい、はい、そうですねこれ後ろは 12.5J 前 10.5J で、お分かりいただけますでしょうか。コンケーブしてさらにリムがついてるという。そうなんですよね、はい、これは迫力半端ないですね。めちゃくちゃあるよね、本当になんかスーパーカーのリアですね、うん、
これができるのもだから24インチこの車の他の車じゃ想像できないじゃないですか。できないね、まあ、魅力じゃないかなという、はい、でこれリアが355でしたっけ355 355アベンタードホールとかそうそうそういうリム幅ですよもう、はい、でも後ろから見た時はかっこいいよね。確かにこの分かります分かります。横から見てももちろんかっこいいんだけど、はい、ここの幅っすよね、ここの幅っすよね。そう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 、普通の車じゃないぞっていう、なんか後ろからね、まあ、後ろからウルスに追いつくっていうことが、まあ、ないかもしれないけど、はい、後ろ走ってる時にこうドーンってこの太いタイヤが見えるとやってる車いるなっていう、ね、確かにそこ重要ですよね、うん、であと他には今回本当に何もしてない。そうだね、あのプロテクションフィルム。あ、なるほど、うん、あまあ、それちょっとそれ通り過ぎちゃうんですよね。まあ、例によってっていうか、まあ、まあ高級車ですし綺麗なまま乗りましょうということで、まあ、フロント周りはまあいつものごとくプロテクションフィルムでガードしてると。そうです、はいはい、やらせてもらってますね。いやもうめちゃめちゃかっこいいですね、ウルス。やっぱりかっこいい、はい、で特になんか最近ちょっと強烈なのばっかりこうご紹介させていただいたじゃないですか、うんうんうん、なんか本当にもう究極のところでいくと、うん、もうローダウンとタイヤホイールだけで、うん、やっぱりかっこいいなっていう。いやかっこいい、まあ、エアロパーツもね形によってやっぱりかっこいいものもありますけど、うん、ただその、まあ、馴染まないものもやっぱりあるんで、まあ、馴染まないものを入れるんだったらもうノーマルでもいいかなっていう、馴染むもの馴染まないものを、まあ、選択をお手伝いさせていただきながらまあまあつけていくっていうのが、まあ、僕たちの仕事ですね。あとこうやりきっちゃったかっこよさと、うん、ちょっとこうストリートで、まあ、おしゃれ、うんうん、気が利いてるねぐらいの、うんうん、そうだね、そのぐらいのおしゃれもまた、まあ、そういうユーザーさんのスタイルもあるし、うん、まあだから、まあ、幅広く提案してくれることが、まあ、いいかなと思いますけど。名前は出せないですけどインフルエンサーの方もピンクのとか、うん、はい、まあまあ、はい、言われてるじゃないですか。ちょっと僕の嫁としてはちょっとこういうのを、はい、携わらせていただいたら、はい、めちゃめちゃ、まあまあ動画再生数によって乗れるんじゃない、ね、はい、やりたいななんて思っておりますというわけでウルスオーナーの方、はい、ぜひボンドグループへご相談ください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。トメヤさんいいですか、はい、後ろの車が気になりすぎます、まあ、まあそうかなと、なんかこのコメントとか来そうだよね、はい、多分見てる方もみんな後ろの車が気になりすぎてると思います、はい、そうですね、ちょっと紹介しますかね、はいはい、これ初めて見ましたよ僕。そうですね、はい、DBX ねまあまあまあ実はね置いてあるっていうか、まあ、本当はまあまあ今回はちょっとそのボディ保護とか、まあ、そういう関係で預かってますけど、まあ、ゆくゆくはちょっとカスタムまあホイールとまあマンソリーとか出ればまあフルで全部やりましょうっていう感じなんですけど、今まあちょっとまだちゃんと決まってるのちゃんと出てないんで、まあ、とりあえず納車されて、乗る前の準備をちょっとさせていただいたって感じですかね。ちょっと傷つく前にフィルムだけお願いしますっつってこの珍しい DBX がマットブラックですからね。そうですね、いやだからもう純正でなかなか憎い色を出してくるなっていう、まあ、アストンもなんかこの来てるなっていう感じですけどね。ちょっとヤロパーツが全然やっぱラインナップがないんででしょうねって感じで、もうそのもう何でどうするんだと、富山いつなんだ、うん、何すりゃいいんだってこうちょっと怒られてるので、じゃあこうカスタマイズにこうだいぶ前のめりなお客様 で、はい、今も、はい、まあまあ、レンジのスターテックのうちで前に作ったデモカーを買ってもらったりとか。そうなんですか。そうですそうです、はい、今後に行きたい、ね、楽しみにしちゃってて、ステルスのワイドスターの、はい、まあ、ご親族の方というか、あ、はい、そうなん、まあ、ご兄弟というか、はいはい、あ、なるほど、はい、そうです。じゃあ強烈なのが家族で強烈な、はい、じゃあもしかしたら今後ご紹介できるかもしれない。そうですね、はい、多分そうそうこの24インチのウルスと、はい、DBX を一緒に紹介するっていう動画も多分ないと思います。まあまあまあ、なかなか並ばないけどね、そうなんだよね。ちょっとブログにあんまり登場しないってちょっと言えないんですけど、実は結構ありますって。しかも DBX 触らせていただくのが2代目っていうことで、はい、そうですね、実はそうですね、はい、まあ、それもまあプロテクションだったんで。なるほど、強烈な車も入庫してるみたいなんで、はい、まあ、何でもお気軽にご相談ください、はい、お電話ください。